パネルがお送りするゴーストオブ対馬、続きをやっていきます。では今回メインミッションやっていきましょう。ということで、なんだっけ、罰だっけかな、志村の先陣にまず行きますか。移動。いよいよね、あの志村城を取り返すのではないかと思いますので、まあ、ちゃんとね、酒井家の鎧にしてますんで、準備万端です。ちょっとね、兜はあんまり私好きじゃないんで被りませんよ。鉢巻きで行きますんでね。では叔父上のところに行きたいのですが、叔父上はあっちの奥にいるか。あ、いた。ごめん。僕は己の、おお、酒井、どうも。叔父上、あれ話すってねえな。あった。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。お、なんだ。石膏がハーンの下地を手に入れた。龍造に当てたものだ。菅が差しゅうが我が陣に攻め入るようだ。龍造は今どこに。この近く、高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよ。こちらは戦支度を済ませておく。これさ、ちょっと罠っぽいんだよね。なんかだいぶ前の動画になるんだけど、なんか龍造とハーンがなんかやり取りしてたんだよ。なんか陣捕まりそうな予感。ではユナを探せと。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい。いろんなもんだよ。あ、もう逃げ自宅。道具は本土で買おう。行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。龍造が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わない。これはしょうがないと思うんだけど。こればかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。ボンは触れない。急に立たずとも龍造を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。厳しいけどそうなんだよね。タカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜影に紛れて一人で撃つさ。できっかな。さあ、では志村の先陣から出ろと書いてありますね。まあ実際そうだよね。龍造との戦いは完全にもう支援というかね、陣と龍造の問題であって、ユナは全く関係ないと思います。では、高野山砦へ向かえ。まあ近いっちゃ近いが、毎回ね、座っちゃうんだよね。もっと近くに行こうか。移動。龍造と一騎打ちになるか、それとも下地が届いたっつったけど、もう完全に罠か。どっちでしょうね。待ってね、降りんの丸だよね。よし。ただなんだかんだやばくなったらユナが実は助けに来てくれるんじゃないかと、こう淡い思いよね。淡い思いというか淡い願いよね、描いておりますが、
あそこだな。ちょっと待ってね、意外と急だった。真正面から、それあれだよね、夜風に紛れてっつったもんね。真正面からは行くまいて。砦を探るか。探りましょう。上からかな。じゃあまずは、偵察というかね。お、光の柱立つようになったのかこれ。今まで光の柱出てた？こんな細い。待って、調べる。なんかやってんな。もうごめん、我が物顔でのさばっておる。酒井様、お、お待ちを。タカが来た。どうした？お一人では無謀です。姉さんが行かないなら、せめて俺が。待て待て待て。俺は戦なのだぞ。共に立ち上がり、島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。モーコとは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。何をするんだい。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。んー、ちょっと怖いね。ここでタカやられるようなことがあってはいけねえぞ。あ、なんかやってる。タカこっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。おお、いいね。よし、じゃあ私はあっちに行って、ここまでうまくいくかい普通。どっか隙間あるかね。こっちじゃなくて、この辺から入りてんだけどな、本当は。ないかな。これを無駄にはしたくねえぞ。まあでも正面から切って打って出てもいいんだけど。ねえな、この辺に隙間あると思ったんだけど。全然ない。え、正面から入れってこと？そんなバカな。そんなバカなだよね。入ったわ、普通に。タカ、よくやった。よくやった。無事に陣まで戻れ。じゃあ、龍蔵はおらぬ。おそらく門の向こうか。あいつやりてえな。いける。よいしょ。運ぶってないんだよね、これね。運ぶってねえから、気をつけていきたい。あいつ、もうちょっと裏から回るか。ちょっと待ってね。どうした？誰が気づいてる？上にいないよね。ちょっと待ってね。うん、大丈夫だ。こっちから行って、あ、一緒か、こっちから行ってもバレるかな、あれ。やば、やば、バレた。バレちゃったな。よいしょ。待って、水の方に。危ね、かかってこい。よいしょ、よいしょ、よよよよ。全員にバレたのかな。あら、あいつだけだ。意外とみんなアホね。まあ笛吹かれなきゃ大丈夫って感じで捉えていいのかな、これは。あの外にいるやつやりたいね。ちょっと待ってね。2人いるね。ああ、2体同時はでもできないんじゃなかったかな、この三角ボタンじゃないと。なんかいますね。ちょっと待ってね。よっ、やりました。これ2人いるよね絶対。上から降りるか。ちょっと待ってね。よいしょ。屋根の上上がりてえな。お、一騎打ちあるな。お、危ねえ。ここで一
き打ちはあんまりやりたくねーけど、あーでもやった方がいいか。あの待って、よいしょ、気力がね回復したいので、足を見て、足、よいしょ。さあ来い、次、いよ。坂井家の鎧なので5人ぐらいいけるかな、ミスらなければ。よっ、ラスト、よっ、オッケー、気力マックス。これどこに行っちゃった私、めっちゃ外出てね。なんで外に呼んだジン。位置が良くなかったんだねきっと。タカが引き連れたの戻ってきちゃわないかな、大丈夫かな。これ待ってね、ここ下、あ違うか、下から縫って入れるところとかもなんかありそうなもんだけどね。これでクロードの型も使えるので、あの上もな、しまってね。あいつどっち向いてんだ、なんか警戒してないかい、警戒している。おい、よいしょ、危なかったね、危なかったが、あの物見櫓のやつを倒したいな。あとはでもクロードの方使えばあの3人はやれて、あ上いるな、あれあいつヘッショで倒した方がいいかな、いけと思う。やったね、あとはバレなきゃ大丈夫。なんか警戒してますね、あれ警戒をしているから、やば、こっち来る、やべえー、やべえ、入ればいいか、よいしょ、す寝てるやつとかいない、こいつら入ってくっかな、さすがに入ってこないよね、入ってきたらもう切り捨てるしかねえけど、入ってきた、よいしょ。アホだね。で外のやつ気づいてないから雑、よし、これで2人やりましたね。あとあっち、あいつをやりたいが、いけるかな、いけますよね、行くしかないよ、よっ。で、あと物見櫓の上にいるからあいつを弓でやるべきか普通に登ってやるべきか、よいしょ、よいしょ、てや。さあクロードの方を無駄にしたくないからどっかで使いたいとこだね。でもあともういなそうよね、だいたい倒しきった感じとか言って調子に乗ってると、奥に白いのいるの、あれ竜像か、竜像っぽいね、入りますかんじゃ、開ける、いたな竜像、待ってたんだぜ、なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや、竜像、意味はある。え、こんな焦りやられちゃう？あの酒場でやられましたね。酒井様、目を開けてください。なんでタカ？あれタカも捕まってる。なぜだ？あまりに遅いので、何かあったかと思い、助けに来たんですが見つかって。おい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 。まずい。逃げなければ。
ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん。縄をほどけ。さあ頑張りましょう。少しでも緩まれば。まあダメだろうな。タカ、耐えるのだ。ユナは来ないかな。馬の父の酒だ、我が相場のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。いやー、タカがもう半分人質みたいなもんなんだよ。その言葉、志村からも聞いた。戦が終わるというのに。多くの苦物にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さよくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。どう仕打ちをさせる気か。竜像のように。だが無駄だ。さすがはクロード。こやつの身は案じておらぬか。お、どうした。殺せ。あ、そういうことか。逃がしてやる、これさ、陣の縄切って刀渡せば。どうなんだ。いいよ。ちょっとタカ。よせ。やられた。選ばせてやる。今度は過つなよ。これはひどいけど、また選ばせるっていうのはもう一人同じような感じで捕まえてくんのかね。うわー、もうこれはどうすんだ。でもさすがにユナ来ると思うんだけど、また丸連打かな。うっ、おら外れろ外れろ。これで外れたら、でも外れんのかい。地はどこだ。タカ、かつてタカだったものが。なんかありますね、あれ。宝箱、拾う。殺してやる。え、待って、全部嘘ある。全部嘘あるのはちょっとやばい。一騎打ちだよね。もうクロードの本当の力見せてやる。足見て、足見てね。足を見て、ミスター。そうだ、クロードの方ももうできねえんだ。失敗したら。よっよっ、うっ、裏切りども。よいしょ、裏切りどもって言っちゃった。痛い。意外と強いんだけど。よいしょ、うっ、よいしょ、ていう。やろ、やってくれんな。うっ、よっ、え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 
レイいや来いやうっういどっからでも来いよいしょよいしょよいしょうっかかってこい待ってういよいしょよいしょうっそうだった避けれないんだあれそうなればフンヌの舞よいしょよいしょよいしょどうだよいしょビビってるビビってるよいしょよいしょクロードの力発揮しちゃうぞふっよっよっよっかかってこいうやってしまってるね私うそうこいつうやってくれるよいしょ装備全部拾えてたからいいもののうわ見づらこれよっちょよいしょ切り捨てるふっていさあ来いフンヌの舞もう若干めんどくさいよねあれあ試練一戦に立った今の試練一戦あミスったいろいろボタン見せてますね、できればもう一度なんだっけ一騎打ちで気力を貯めたいな多分竜像との戦いがこの先控えてるんであでもこっから出ろって書いてあんな一応みんな叩き切ったのかなこれはあでもまだ先にいるな多分竜像だな今度こそ勝手に開いたぞおおびっくりしたユナジンユナさっきハーンと竜像を見かけたタカはどこいるんだろうあんたを追うって文があったんだどこなのなんで嘘だタカユナ待てそっち見るなよ止めねば私に黙ってこれちょっとかわいそすぎますよキル行くぞ全部すげかさか犬よいしょよっチェンストーチェンストーすげえ火が邪魔で見えんよいしょ沈めいよいしょ来いよっよっよっクズどもうっしまったガードを見せたよいしょまだ犬いるなふんいいぞユナそのまま気合でやっちまえ犬犬はよいしょユナを切らせるわけにはいかんよいしょ犬はよいしょまだ来るまあそりゃそうだわなよっよいしょ後ろかちょっと待ってねう
よっ、いや、てい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 、よいしょ、こい、よっ、てい、てい、よいしょ、資源戦、オッケー、ふん、よっ、よっ、ちょっと回復、回避する、よいしょ、えい、いや、シールド持ちだから、う、よいしょ、よいしょ。うガードよいしょ。どうした、ユナ、待て、蘇生、オッケー蘇生なんてあんだろ、あんな感じで。あんま他のキャラ倒れんの見たことねえな、あのストーリーモードで。ちょっと待ってね、危ない。水の方にして旗手をしないと。よいしょ、オッケー、ユナ大丈夫か。さすがに火は辛いんだな。まだ来る。水の方で、よいしょ、よっしゃ、よいしょ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 。ちょっと待ってね、うう、痛い、吹っ飛ばされた。うう、あのタルーンちょっと爆発させようかなとも思ったんだけど、そうそううまくはいかねえ。ちょっと待ってね、でっかいのまず蹴飛ばして、よいしょ、でっかいのちょっとやばいから、よいしょ、うっ、よいしょ、よっ、よっ、でっかいのを蹴る、そっちじゃない、こっち、よし、オッケー、よし、来い、ほら、よっ、ちょっと待ってね、よいしょ、石の型じゃないですね、よし、オッケー、ジャンプ切り、よいしょ、終わったろ、さすがに。武士、済んだな、スゲガサシュは終わりだ、あとは竜像、殺してやる、ハーモ、今は次に備えよう、鷹を埋めなくちゃ、手伝おう。どこに埋める、槍川に埋めるわけはねえよな。もともと確かユナたちがいたとこ。いや、まさかこんな重い展開になると思わなかったな。タカを巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私。あんたじゃない。違う、ハーンや竜像、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも、だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった？勇敢であった。物の筆であったぞ。いやー、また悲しき戦士が一人生まれちゃったな。ノブ、次の戦いに備えるぞ。陣の道、罰。あー、だからそういうあれだったのが罰って。でも罰かな、罰かな、ちょっと分かんないけど、そんな罰当たりなことやってなかったと思うんだけど。さあ、対馬の行く末って書いてあるのかな、これ。次は他にサイドストーリーは出てないもんね。この名前付きの人のはちょっと後でやろうとは思ってるので、消えぬ炎の角もまだだよね。よし、じゃあ次回はこれですね、対馬の行く末やっていきましょう。またここに戻る感じだね。はい、次こそは多分志村城でしょう。はい、じゃあ今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。